ビファイボーカルスクール講師のみっこです。今回は深くて響きのある声を作る、このテーマでいってみたいと思います。今回は深くて響きのある声がテーマです。皆さんは深くて響きのある声に憧れますか？私は深くて響きのある声のアーティストさんが大好きです。例えば平原綾香さん、鬼束ちひろさん、あとは玉置浩二さん、小田和正さん。なんとなくね、響きのある声って言ったら声に自動エコー、自動リバーブがかかっているっていうイメージなんですよね。で、それを分かりやすく言えば、あっていう言葉のこの音の玉に空気がコーティングされてるっていうイメージなんですよ。これを使うと、そこまでね、力んで一生懸命、皆さんね、声量を上げるために力んで一生懸命歌ってる方いると思うんですけど、この言葉、あっていう音の玉に空気をコーティングすることで自動リバーブがかかりますので、無理に力んで歌う必要がなくなるんですよ。響きによって声量が上がったようにも聞こえる。そういった技をね、今回はちょっとね、お伝えしていきたいと思います。大体ね、今私が挙げた、まあ、鬼束ちひろさんとかね、平原綾香さん、ちょっと古い歌手の方ではありますけれども、この方たち、どっちかというとクラシックな寄りですよね。なので、基礎の発声がやっぱしっかりした上で、空気をコーティングしているっていうイメージなんですよね。で、玉置浩二さんも多分、あの方が日本一歌唱力があるって言われてるのは、その響きにも私秘密があると思うんですよ。なので今回はぜひ皆さんに響きできるようになってもらいたいなと思います。まず3パターン、響きを作るには簡単にですけど3パターンあります。低音は胸で響かせるということを覚えていてください。で、中音域、楽に、高音ではなくて楽にまだ出せるよっていう中音域は、この鼻、目、この辺りにあるね、鼻腔共鳴、この辺の空洞と骨の振動を使って響かせるっていうのが楽な中音域。そして高音域は、このね、頭蓋骨、前にある私のちょうどヘアバンドがついているこの辺あたり、この辺の骨にドンと空気、音玉と空気をボンと当てて響かせる。この3つをちょっと今回はね、ご伝授したいと思います。まず1つ目、低音。鎖骨に手を当ててください。こうね、開いて手を当てる。グーじゃなくて、開いてね。で、ハミング。って上に上げるんじゃなくて、下に響きを落とすイメージ。響きっていうか、うなり？うなり声？うなり声を下に下ろすイメージ。別にね、口の中開けてくれとか、特にないです。この時注意してほしいのは、空気だけちゃんと吸ってくださいよって。響きは空気でできてますから、空気がないと響きません。女性で言ったら、男性で言ったら、このぐらいを狙ってちょっと出してみてください。普段皆さんが歌う歌のメロディーの中でこんなに低いキーは多分ね、出てこない。だけれども歌で使われるよりもっと下で練習すると通常の低音がより楽に出せるようになります。これポイント。なので低音は普段自分が歌うよりももうちょっと下狙ってみてください。このぐらいですね。この響きが落とせるようになったら、続いて、の後にあいうえおでつけてみてください。この時の注意点は、のハミングの響きを残したまま母音のあいうえおに移る。これがポイントです。
ない上を、響きは残ったまま。これでちょっと低音ね、胸の響き強化と言葉にした時の響きが止まらないようにの練習してみてください。これね、母音あいうえおができたら今度子音にも変えていってみたりしてみてください。続いて中音域ね、ここ鼻腔共鳴っていうのをちょっと作ります。で、鼻腔共鳴、一旦どんな鳴りわかんないって方のために、ニン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 っていう、ニンニンニン、ちょっとこれやってみてください。ニン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 、前に当てて、ニン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 、これを前に思いっきり押し当てて、ニン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 、その時に響いてるんですね、ここが。なんか骨が響いてるなという感じだと思います。ニン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 、響いてる。ニン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 、これをね、前に押し当てて、ニン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 、前に押し当てて、今度は引いてみる。ニン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 、このニンニンしてる間に、ここの響き、頭蓋骨がブルブルする感じ、これをちょっと掴んでほしいんですね。前に押してもブルブルしてる、後ろに引いてもブルブルしてる。で、後ろに引くとちょっとね、広がる感じです。ニンニンが、ニン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 、この響きを覚えたら、ここね、この上顎からこの目の奥、この辺がニーン響いたら、これでイーン、ハミングで響きをさらに作ってみる。なんかビブラートかけてみたりとかしてね。で、響きが安定してきたなぁ。あ、これだ、これ、これ、これ。ニンニンでできた響き、これだ、これだって分かったら、初めて歌ってみてください。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。こんな感じ。もう響いてるっていうのを感じながら、これね、アホみたいにでかい声でやんなくていいからね。なるべく、ちっちゃすぎるのもダメ。響きがわかる程度の、ハミングの延長でちょっと歌ってみてください。続いて、高音。これはね、高音でパーンと張り上げた時に響きをつけるっていうのではなくて、で、柔らかい高音で響きを出すっていうイメージと捉えてください。パーンではなくて、こんなイメージ。なんか優しいバラードとかで使う感じかな。柔らかくてちょっとクラシックっぽい歌い方、そんな感じ。平原彩香さんとかね、鬼塚千尋さんの出し方のイメージです。今度は高音はね、このヘアバンドのあたりに音の玉がポンと当たった時に、響きがここら辺にポワーンと開いている感じ。あー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 、この辺、あー、音の玉、あー、こんな感じ。響きを広げるっていうイメージ。中音と高音の時のポイントは、ベロの付け根、やっぱりね、下げてほしいんです。口の中の空洞、いっぱい使ってほしいんです。これはどうするかっていうと、まずお口の中は、おの形。お、おー、おー。これだと、おだと、縦にこうね、ギュッとされてる感じで響きが止まりやすいので、このおをちょっと開いた、あー、あでやってみましょう。あー、あー。結構開いてるよ。あー、あー、あー、あー。こんな感じで、ぼわっとイメージで、こっち側に上げるイメージ。あー。この低音、中音、高音。中音、高音は喉の奥。開ける。口の奥、開ける。イメージでちょっと。開けるところを意識しながら練習してみてください。簡単にはなりますけれども、深い響きのある声。これ、絶対的歌唱力の
ポイント、大きなポイントになりますので、ぜひね、この技、使えるようになってみてください。普段からね、日常会話でお話ししてる時から、ちょっとこう、空気を含ませて、優しくお話ししてみるようにしてください。そうすると、発声練習の時もね、あ、どうだったっけってならない。普段からおしゃべりしてる時から、この響きを使うようにしてみれば、あ、これこれ、つって、あーって、練習にもすぐ移行できると思いますので、やってみてください。なんかね、YouTube で見ててもちょっとよくわかんないなという方、オンラインでのね、私レッスンも受け付けてますので、気軽にオンラインでもお申し込みください。埼玉県八潮市でね、対面レッスンはやってます。対面に来れる方はぜひぜひね、実際私がこう、お会いして、こういう感じ、こういう感じって生の声聞いてもらった方が、絶対ダイレクトに伝わると思うので、対面レッスンの方もぜひぜひ来てください。じゃあ今回はこんな感じで、ぜひね、やってみてください。ほんと、響きがある声の人って優しくてなんかね、包容力もあるようにも聞こえますし、接客業をやられてる方などもね、ぜひこれ、お試しください。では、今回はこの辺でみこでした。チャンネル登録お願いします。また来週。頑張って、響き、掴んでねー。バイバイ。Come on!